どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん皆さん音楽できちゃうよということで日々簡単レッスン公開しております。本日もこの G ラボのブラックビューティーウクレレと、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできます。そしてこの G ラボウクレレポップアップショップが仙台でオープンになります。7月15、16、17、3日間、もう試し引き、ぜひ皆さん東北地方の方、仙台地方の方来てください。概要欄に貼っておきます。詳細貼っておきます。そしてこの本が出ます。オレンジ色の本、ソングブック5、予約大好評受付中、インターネット書店さん、アマゾンさん、書店さん、楽器店さんで受付出てます。それにまつわるイベント、出版記念イベント無料ですよ、開催です。7月23日博多、8月8日渋谷の HMV&BOOKS さんで誰でも参加できる無料イベントやります。来てください。そして、この2店舗で本の予約をしていただいた方は、椅子のある優先席に、数の限りはありますけど座っていただけてガズがサインしますよというチケットをゲットしていただけるんで、ぜひ皆さん遠隔からもですね電話予約できますからね、当日旅に来るのもいいかもしれない。ご近所の方も来てください。ボリボリ盛り上がっちゃいましょうということで今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスンはめちゃくちゃ熱い曲いきます。こちらドーン、ザ・ブルーハーツのトレイントレインやります。この曲もうね最高なんですよ。最高曲ですから、もちろんガズレレ YouTube でも過去に取り上げているんです。2018年ぐらいに取り上げているんで今から5、6年前なんですけど、いやちょっと今もう一回見るとですね、もうちょっとこうパワーアップバージョンでやりたいなということで、今回2023年バージョンとしてさらにね改訂版ですよ。パワーアップしてかっこよくなって分かりやすくなって簡単になって再登場。ちょっとね前回のアレンジよりかなりね深いところまでね、行ってますんで、もう一回やってみてください。いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者様でもすぐできるようにしてるガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。こっちはねシンプルなんで、初心者の方もできちゃいます。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンは今回いろいろ深いアレンジが盛り込まれてますんでお楽しみください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあそこでね練習してもらってどんどん音楽していきましょう。さあ本日の課題曲入ってきますよ。ブルーハーツのトレイントレイン、まずはガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやってみます。 1,2,3,4。 栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう、裸足のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう、弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く、その音が響き渡ればブルースは加速していく、見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる、本当の声を聞かせておくれよ。 1,2,3,4。
しゃぶりの痛みの中を傘もささずに走ってく。いやらしさも汚らしさもむき出しにして走ってく。聖者になんてなれないよ、だけど生きてる方がいい。だから僕は歌うんだよ、精一杯でかい声で。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。 1, 2, 3, 4, train, train 走ってゆけ。 train, train どこまでも。 train, train 走ってゆけ。ブルーハーツのトレイントレイン、ガズレレレ、シンプル簡単バージョンやってみました。今回のね、2023年のアレンジは感想と言って言われるところをちょっと加えたんですけれどもですね、歌のところはですね、皆さん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンなんです。本当はね、本当にこのメッセージのね、すごい曲ですから、全部やりたいんですけど、まあ、あと繰り返しになってますんで、これを基本にしていただいて、慣れてきたらフルコーラスやってください。コード進行は全部一緒ですからね。ひとまずこのガズレレのね、簡単バージョンには全てのこのポイントになるところが網羅されてますんで、ここで掴んで、まずここからスタートしていきましょう。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますが、それに合わせてウクレレ弾いてもらって練習していただいて、1個目のゴール設定としては、今の演奏したガズさんの簡単版と一緒に演奏できたらすごいと思います。この曲は結構ね、歌はね、歌いやすいでしょうから、これ結構すぐね、モリモリできちゃうと思いますんでね、楽しみながらやっていってください。一緒にガズさんの簡単版とできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップって一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から全部歌詞とコードを丸暗記するのなかなか難しいでしょうから、最初は楽譜的なものを見て何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって、大空に向かってこの曲をこう高らかに歌うみたいなのも素敵だと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜ってでもどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんのこの手書きノートに書いた楽譜を見て練習していきました。はい、こんな感じですね。これをね、もうちょっとしたらこんな風に画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたトレイントレインを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ
楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のトレイントレインブルーハーツです。今回はですね、前回の2018年の時にはショートカットしてて、この、ね、感想とかね、この辺がですね、盛り込まれているということで、ちょっとね、スケール感大きくなってます。ここも感想で。で、いつものことなんですけど、ざっと説明すると、今日はね、ワンブロックちっちゃいですからね、ちょっとだから場所の節約っていうのもあるんですけどね、歌詞がすごい詰まっちゃってるんで、ここら辺ちょっとご容赦ください。まあでもね、ワンブロック4つだぞってことを最初に認識していただいておくと、わかりやすいと思います。はい、で、かっこいいバージョンではこの下の段に、ね、これ矢印もシンコペーションとか、あとね、ここら辺も見てください。キメとか入ってくるときには、下のバー、あの下のねこのエリアに書いてあるのかっこいいバージョンでの主な指令になってますんで、それをご認識ください。ここの感想のところもほらいろいろコード書いてあるかっこいいバージョンでここかなりかっこいいフレーズが入ってきますんで、お楽しみにしておいてください。かける2って書いてあるこれ2回繰り返すよということでございます。はい、まあちょっとこうやって写しておくのでお時間ある方、写していってくださいと、思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、この手書きの楽譜のダウンロードしてもらうのもね、めちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴は、よく見ると歌詞の上にこの点々がついてるの分かります？全部ついてるんですよ、これよく見るとね。これちょっとやってみると、栄光に向かって走るなんですけど、ここに点が書いてある。栄光に向かって走る、あの列車に乗って行こう。この点の上でリズムが分かるということになっています。あと歌詞カードには出ていない伸ばすところとか、このね、コードのこの位置関係による歌詞の位置関係とかでかなりヒントになる部分が多いんで、ガズクラブに入っていただいて、この手書きノートゲットしていただくのもすごく有効だと思います。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思うんですけど、結構詰まってるんでね、ちょっとじっくり見ながら、動画のテロップと合わせながらがいいと思います。ひとまず映しておきます。イントロから感想まで。イントロって言ってもサビバッチリやりますからね、これね、サビというか、A メロか。一番みたいな感じだと思いますね。このイントロが優しめで。シンプル簡単バージョンでここ伸ばして弾いたと。で、かっこいいバージョンではね、これアルペジオと8ビートがね、混ざった弾き方で、リズムはちょっと展開していきますからね。はい、じゃあここから。一番ね、ここから一番ということにしましたけど、便宜上。はい。熱い歌詞なんですよ。歌詞読んでくださいね、皆さん。すごいですから。マジで。構成としてはで、ね、今はずっとこうやってきて、サビやって、で、感想やって、いいですか？ここまでじゃあ一時停止で書いてね。感想ぐらいまで。OK かな？はい。で、ここ。またちょっと一回おとなしくなる。まあ、ブリッジという風にしましたけど、ここもね、簡単バージョンで伸ばして、かっこいいバージョンでアルペジオと、エトベトが混ざった感じでやろうと思います。で、ここからリズムが入ってきて、で、ここ見てください。B メロ、ここまで行ったらまた B メロも戻ってサビです。B メロっていうのは見えない自由が欲しくて、はい、サビ。で、これを2回繰り返して終わったよということになっております。これが、ガズレレ簡単アレンジバージョンでございました。出てくるコードをちょっと見ていきましょう。ここに赤く囲ってるシーサスフォーはかっこいいバージョンで出てくるんで、今映ってるね、6個だけですよ、今日コード。めちゃくちゃ嬉しい。CA7、FDm、G7、Em7 ということで、Am が出てこないですね、これね。あ、今映ってるこの6個はですね、ガズレレでは超入門クルーコードのグループ、安心のこれでございます。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレ音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ、10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単だけど、いっぺんにドーンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますんで、コード10個覚えちゃってください。さあ、それではね、かっこいいバージョンに入っていく。その前にですね、ちょっと歌に注目してもらいたいんですけど、このブルーハーツってやっぱりね、超シンプルで、もうぐいぐい前のめりで突き進む疾走感。しかもこの曲、トレイントレインっていうなんか、もう蒸気機関車みたいな勢いがこうなんか、ドーンと行くみたいなパワフルなやっぱりね、イメージを持っておいてください。疾走感。力強い。これがいいと思います。で、ボーカルも、なんというか、リズムにのこう、食ってかかるような、栄光に向かって足、こう、グリップしていくような力強さ。これね、結構歌いやすいと思うんですよね。とはいえですね、歌詞が詰まっている中で、タイミングをやっぱり、裸足のままで飛び出してとか、そういうところはね、しっかりこう、タイミング、コードが変わるタイミングと、歌詞をキャッチして、グリップ感満載で力強くいく。はい。そして、忘れちゃいけません。歌詞の中身が、もうすごいですか。もうここを感じないとね、ブルーハーツはやっぱり半分もですね、理解してないというか、やっぱり歌詞の中身、ぜひぜひ、読んでください。すごいですから。はい。そんなのも含めて、かっこいいバージョン、解説入ってきます。かっこいいバージョンはね、Csus4 というコードが1個追加になってます。これ超簡単ですから、これは安心。C を押さえといて、2弦の1フレット、これ。はい。さ
スを話したり入れたりしてやっていきますということです。はい、そしてですね、これ感想だけで出てくるんで、 C サス4は、はい、これちょっと後で解説していきますと。じゃあ かっこいいバージョンはね、弾き方こ、はい、これです。今日出てくる弾き方8ビートのチャがメインで、あとはねカッティングが出てきますと。そしてアルペジオが出てくるんですけど、ちょっとこれはね8ビートとアルペジオが混ざったような感じというふうにさせていただきます。これちょっとおいおい解説しますね。ひとまず今映ってるこの弾き方の解説、概要欄に貼っておきます。概要欄にあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、今映ってるそれぞれの濃厚解説動画がアップロードされているので、そこでちょっとご確認くださいということなんですけど、今日ねちょっと最初から解説しておくと、最初イントロのA メロみたいなところはかなりねおとなしく入るんですけど、ここで今日のこだわりの弾き方はね、アルペジオと8ビートが混ざったリズムっていうのを今日ちょっと対応します。ちょっと C でやってみると、ちょっとレトロビートって思うかもしれないんですけど、跳ねてないんですよ。シャッフルじゃない。ドランドパンとドンドン。ちょっとここ最初やってみますね。栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。はい。F と C のところのこの矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にズコーンと食い込んでくるよということで、タンツパン、こんなリズムですかね。ちょっともう一回やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。はい。F から C、ここね。で、これドランツパンとドランツパン。8ビートっぽいじゃないですか。ジャンジャジャンジャジャンというリズムの中で、ドランツパンと。だから親指とかでドゥルン4弦1弦2弦3弦ドゥルン4弦1弦2弦3弦こんな感じだと思います。ゆっくり解説すると、ちょっと C で練習してみましょう。せーの、ドゥルン4弦1弦2弦3弦コードでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。栄光に向かって走る、あの列車に乗って、アップ、私のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう。はい。ドランドダンダダン、ドランドダン。これ、とろけるような優しいフレーズで前半はやっていきます。で、今のシンコペーション、毎回これ出てくるんで、ここ注目しといてください。そして、見えない自由が欲しくて、まあ、これ、このアレンジでは B メロというふうにガズが言ってるところです。ここでね、ちょっと A7 の時に面白いフレーズをやります。やってみましょう。見えない自由が欲しくて、見えない自由を、でしょ。 A7 の3弦、3弦 A7 というのは 1フレットを押さえてますので、これを1,2,4 でずらしていきます。リズムは8ビート、ダンダダンダダン、ね、かっこいい。もう一回、見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまくる、かっこいいよ。はい、こんなリズムですね。本当の声を聞かせておくれ。はい、この次に今日この子、これかっこいい君が入るんですよ。ちょっとやってみましょう。本当の声をか、せーの、本当の声を聞かせておくれよ。はい、 F、 A マイナー、 D マイナー、 C、 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 これ決めですね。これかっこいいですよね。シンコペーションがまあ混ざったちょ3連っぽい決めなんですよ。 F、 A マイナー、 D マイナー、 C、 C、 C ですね。 F、 A マイナー、 D マイナー、ここがポイントですね。ダンダダンダダン、はい、ゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。タッタッタガダガ、今の C でタッタっていうのはカッティングですね。左手で音を止める、触って、これカッティングって言います。これがね、今日結構サビでも出てくるし、カッティングも応酬ですよ。ちょっともう一回、見えない自由から通してそこまでやってます。見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまく、ここかっこいい。本当の声を、はい、こんな感じです。で、この後感想。前回は2018年の時ではなかった、この感想を今日やりたかった。ちょっと弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。8ビートです、ここはリズムは。チャを入れない。そして、さっきの、本当の声を聞かせておくれよみたいな3連の決めの、パターンですね。最初は C から C サス4、C です。ダンダダンダダン。これ簡単でしょ？はい、ここ1個足すだけ。ダダダダダ。G7 の時は、人差し指今度離すだけです。ダダダダダ。みたいな感じですね。最初から。せーの。はい、次。F、A マイナー、D マイナー。ここさっきのとこと一緒ですね。本当の声を聞かせておくれると同じ。F、A マイナー、D マイナー、C、C、C。
かっこいいですよ。この感想、8ビートですから、ちょっと優しく弾くのがポイント。これを2回繰り返して、2回目の最後に、さっき出てきた C のキメが入ってくる。こんな感じのイメージです。感想全部やってみます。1、2、3、4。ここは天国じゃって入ってきます。ここの感想をちょっと決めてほしいですね。あのコードは簡単なんだけど、タイミングダンダダンダダンダンダドンドダン、8ビートの中のリズムなんですよ。だからこれはそうやって考えると結構楽じゃないですか。ダン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 離して、 F、A マイナー、 D マイナー、 C、C、C、はい、ここら辺の感覚、この8ビートでちょっと流れるように茶を入れない、感じがいいと思います。でこっからはですね、8ビートの茶です。ここは天国じゃないんで、ここがもうね、さっきからずっと言ってるように、この曲のテーマである、もう列車がもう、ちょっとつ、猛進突っ走るみたいな感じで、8ビートで力強くグリップしながら、前のめりに、こう、グルーブをこう、縦乗りですね、やっぱりね。ここは天国じゃないんだ。とは言って、あんまり速くなりすぎちゃう。テンポが速くなっちゃダメですよ。速く、ドライブ感が、速く聞こえる感じの、そういうグルーブの話でございますか。はい。速くならないように気をつけて。で、ここでもね、同じようにさっきアルペジオと8ビートが混ざった時みたいに、A7 のところで、この、エンデテンデテンデ、チャを入れながらも3弦の1、2、4のフレーズとか、デンデテンデテン、ダッタッタタタタ、というような感じで、8ビートのチャの中でやっていきます。これはね、いけると思います。で、問題のサビです。サビはもう今日これ、カッティングの嵐なんですよ。頭打ちのカッティングって言います。これドラムで言うと、ダンダン、ダンダダンダダンダンダン、タカタカ、タカ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 、これ頭打ちって言うんですよ、こういうリズム。それやってみると、カッティングですよ。止めたいんですけど、でもここはちょっとパンクロックのロックの要素で、ちょっとそんなにビシビシはっきり止めなくてもニュアンスでいいと思います。ちょっとね残っちゃってて、もうこれがまたこのワイルドな感じが表現されるんで、ビッチビチにカッティング決めなくても、ちょっとルーズなカッティングでも十分このね、なんていうのか、勢いっていうのは出ると思うんですね。歌ってやってみると、トレーントレーン走って行け、トレーントレーンどこまでも、こんな感じですね。だったったと、これも速くなっちゃいがちなんで、ちょっとリズムキープ要注意ですね。で、サビはこれ、繰り返しの2回やって、サビの一番最後の最後で、ちょっとフレーズが入ります。一番最後の最後のサビって言います。トレイントレイン走って行け、次ね。トレイントレインどこまでも。ここ一瞬で、F、Am、D、C。はい。どこまでも、どこまでも。と、どこまでのの、ど、こが F、こ、まが A マイナー、でもが D マイナー、もが C です。どこまでのですね。だから、で、もう一回最後のワンブロック。トレイントレイン走って行け、トレイントレイン、どこまでも。全部ダウンで。これでいけると思いますね。はい。そしてその後、もう一回おとなしくなるんですけど、ここからまたさっきのリズム、8ビート、アルペジオと8ビートが混ざったやつ。はい。この感じで、ブリッジパートと、カズが言ってる、ちょっとおとなしめにまた戻ると。あとは繰り返しです。なんでまあ、シンプル&ストレートなんですけど、まあまあ、この決めをですね、やっぱり決めるのは。この辺のやつとか、この辺のね、メリハリですね。あとはこの8ビートとアルペジオが混ざったとか、こう、流れるように優しく強弱をつけると、なおさらこう、ロマンティックがこう、ね、ドラマ性がこう増すかな、強弱がって抑揚がついてね、曲の迫力もね、増してくるというふうに思います。行くとこはガーッと行って、弾くところは弾く。この辺のメリハリが、この曲さらにね、素敵になっていくんじゃないかなというふうに思います。歌詞の内容をこう、きっちり抱きしめて、パワフルに、情熱たっぷりに歌いたい、ブルーハーツの名曲中の名曲、トレイントレイン。これはですね、初心者の方でも結構取り組みやすい曲だと思います。そこがブルーハーツの素晴らしいところ。ぜひ皆さん、もう全力で受け止めて演奏していきましょう。はい、歌詞の中身を感じながらがポイントですからね。さあやっていきましょう。ザ・ブルーハーツのトレイントレインガズレレレかっこいいバージョン。やってみる。1、2、1、2、3。栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。嵐のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう。弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く。その音が響き渡れば、ブルースは
星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシンプルな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。 Train Train 走って行け。 Train Train どこまでも。 Train Train 走って行け。 Train Train どこまでも。あの列車に乗っていこう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗っていこう。土砂降りの痛みの中を傘もささずに走ってく。やらしさも汚らしさもむき出しにして走ってく。レイジャーになんてなれないよ。だけど生きてる方がいい。だから僕は歌うんだよ。でかい声で、見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。 Train Train 走って行け。 Train Train どこまでも。 Train Train 走って行け。 Train Train どこまでも。 Train Train 走って行け。せーの、チカチカ。ブルーハーツのトレイントレイン、カズレレ流かっこいいバージョンやってみました。すごいテンションが高まるわ。この暑い夏にもう汗ダクダクで熱唱していきましょう。はい、最高ですよ。はい、お知らせです。さっきもお伝えしましたけど、 G ラボウクレレのポップアップショップが7月15、16、17仙台で開催されます。こんな感じの内容になってるんですけど、詳しいことはね、概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひポップアップショップ、 東北初上陸ですからね、 G ラボのウクレレたちをチェックしに来てください。冒頭にもお伝えしましたけど、本が出ますよ。ソングブック5、100曲の名曲が入ってる曲、曲順なんかももうね公開されてますんで、さ、あの概要欄のところにご案内あるんですけど、この HMV の2カ所の、イベント、ぜひ皆さん来てほしいなと思ってですね、ぜひね、この2店舗でご予約していただいたり、購入していただくと、サインのチケットとか、優先入場とかできるようになってますんで、あのぜひともですね、あの遠方の方も電話予約できますからですね、ぜひ皆さんご検討ください。もちろんアマゾンとか本屋さんとか楽器屋さんとかでも予約がスタートになってますんで、この本のチェックぜひともよろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTubeチャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかって、なかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもで、ね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんで、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。